今回は高橋恭生さんの運勢を鑑定します。入り口一覧から呼び出します。年運と命の包合改局により、増刊がすべて機能とになっています。 昨日野との勘語により偏在と飲酒は中心性候補から外れて残りの職人が中心性になりますこのあたり法合解局や勘語の処理はアプリが自動的にやってくれますので自分で考える必要はないです2023年3月中心性職人 年欠管は合剤ですでは鑑定日を2024年2月に変えてみます方合改局が解消され官号も消えて中心性は偏在に変わります2024年2月 中心性偏在,年運運偏在です、年運のタブをタップします。年運欠果運偏在、運勢ランク BB、相手を考えた行動が基地を呼ぶ年。途中経間、生還。運勢ランク AA、チャンスを得て基地をつかむ年。前半は最高の基地運で、チャンスを得て基地をつかむ年。 基地を掴むことができます後半は財運ですが抑制が効きにくく猪突猛進になりがちです周囲を振り回すことになりますがそれを自覚して動けば成果は得られます名刺に戻って年運を見ると2026年が年運欠陥変換になっています 鑑定日を2026年2月に書いています中心性は変わりません2026年中心性偏在年運欠陥は変換です年運のタブをタップします年運欠陥変換運勢ランク C 逆風が吹き、発砲塞がりの年。途中経過、飲酒、運勢ランク B、周囲から孤立しやすい年。前半は、周囲の協力、援助があるにもかかわらず、自らそれを退け、自分の思い通りにしようとするので、孤立しやすくなります。後半は、逆境運となり、トラブルで 窮地に追い込ままれることもあります心身ともに疲弊することもあるので要注意です。メシに戻って吉祥星を見ると念運に要人欠人があります。念運結果運の変換と合わせて考えると特に注意が必要になります。月誌減命のタブをタップします。 原明、変異、キーワード都会派奇抜さ自分の好みやり方は受け捨てないマイペース自由気まま短所は飽きやすい浮き沈みが多い月中転換通編は食人楽しい好きだと思うものには集中力を発揮できる諸生実個性のタブをタップしています 月始減明から月中転換を見た諸誠実を見ると変因から食人を見て諸誠実偏在となっています自分の好きなことを集中してやるタイプ自分の世界観が強く対人関係に問題が生じるが仕事によっては大いに発達する可能性がありまとめると 2023年は法号改局と官号で中心性が変わる。2024年の前半は最高の基地運でチャンスを得て基地をつかむ。2024年の後半は財運だがちょっとつ盲信になりやすい。2026年後半は逆境運に加えて 用心,欠人がある心身ともに疲弊することもあるので要注意です。月誌減命変因から月中転換通変食人を見て諸誠実偏在となります。ともかく自分の好きなことで発展するタイプである。中心性は大運や年運が変わり 3号開局、4号開局となることで変化することがあります。そのため、鑑定日を変えたら、必ず中心性も毎回確認する必要があります。今回はここまでです。